はい、皆さんおはようございます。今日は7月の22日、金曜日ですね。いやーよく降りましたね。しかし今日は、キャッチ&リリース区間に来ております。まだすごい濁ってるんですが、ちょっときついね。ですが、久々のね、大水が出たんで、ちょっと大きい魚がね、動いてないかと思って、来てみました。今ダム水位が下がってるから、ちょっと低いですね。かなり、いつもよりシャドウになってますね。でも上流からのね、流入があるんで、すごい流れありますね。はい。今日朝一はね、ちょっとここでやってみようかなと思います。ちょっと目の前に鯉がいますね。ああ行っちゃったか。今日は君狙わないから。いやーちょっとね濁りきついんだけど、ひょっとしたらでかいやつがね動いてねえかと思って来てみました。じゃあね、早速準備してやってみましょう。さて準備できました。この久しぶりに久しぶりにねダブルハント出しました。あーすごい今ダム水下げてんだね。そうだね。この間鯉釣った時より低いもんね。あーでもおかげでシャドウになって、でねブレイクのところを狙えるからちょうどいいかもしれないね。ここからやっていくか。まあ今日はねちょっと濁ってるんで大きめのストリーマーですね。チューブフライに巻いたストリーマーです。こいつを使ってみようと思います。意外と岸寄りの浅いところにもいますからね、あんまりちょっと立ち込まないようにしましょうか。ストリーマーといっても軽く巻いてますからね。こいつはそんなに沈まないんで、水面直下をスイングする感じかな。こいつはね、チューブもプラスチックなんでね。今の魚だろ。魚だ。たくさんぞ。完全魚だ。条件反射で合わしちゃった。この釣り合わしちゃったらいかんだよね。向こう合わせたから完全に、竿の弾力を使ってね。それではちょっと。今のは石じゃない。針は大丈夫？大丈夫だね。足りた。ここまで来た。足りだった。いやー気抜いてた。この手では気抜いたらいかんよ。そんなフッキングしてないからな。クンとたくっただけだから、もう一回食わねえかな。いやー合わしちゃった。合わしたらダメなんだよな。魚にグッと持っていかせないと。
大きい魚だとね、一気に食わないからね。ああ、当たった。ちっちゃいのかな？ちっちゃいのかもしれんな、これ。お、乗った乗った。乗った乗った。乗ったぞ。乗った乗った。あ、抜けたか。あー、抜けた。くそ。あ、抜けた。くそ。さて、はい、ポイント移動してきました。うん、ここはあれだね、連休の時かな、この後連休の時にユーロニングで釣ったとこですね、はい、今日も同じような状況です。こういう瀬戸、だいぶ水引いたね。この辺まであったんだな、これ。やっぱ支流のアク側は綺麗だね、水が。だいぶ濁りがないね。はい、まあ前回はね、ニジマスとヨナクが遊んでくれましたが、今日はどうでしょう。ちょうど連休の頃と同じような状況だね。そうだね、ちょっと、そうだね、ちょっと水気持ち少ないかなって感じだけど、よし、やってみましょう。あ、なんだろう、ユグイじゃないな、ニジマスかな。あ、なんか今一匹走、あ、この橋、このツッコミはニジマスかな。ニジマスじゃない、あ、ニジマスじゃない、このツッコミは。あ、そうだね、ニジマスだね。はい、あ、来た来た来た。あ、来た来た、ニジマスくんでしたわ。はい、1匹目はニジマスくんでした。ん？あー、外れた。はい、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 はい。まあ20センチぐらいかな。はい、バイバイ。お前か。さっきから当たってたな。あ、来た来た。はい、ニジマスじゃないか。このツッコミは。おお、ダメダメダメ、切れちゃう切れちゃう。老眼で切れちゃう。あ、ちゃう、ヤマメだ。おお、いいヤマメだ。うわ、げっぷり。おお、いいヤマメだこれ。本流ヤマメだ。おお、いい、お、綺麗よこれ。綺麗な本流ヤマメだ。目がいい山目だった。あれ綺麗だねこれ。ヒレピンだし太ってるし。どこ抜いちゃったけど、あ、いい山目だこれ。ほらほら、おお、おお、いい山目だ。素晴らしい、なんかヒレピンだし、あ、いい山目だよこれ。おお、デブデブですけど、重たいもすごい、鼻パンパンだし。あ、いい豆だ。いや、はい、バイバイ。あ、いい豆。あ、よっしゃ、来たよ。これは何、これは何、あれも、動いてはない。ニジマスかな。おい、あれも、あ、ヤモメだ、あ、ヤモメだ、あ、ヤモメだ。俺もいい、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 これ。おいし、おい。いいやつだよこれ。お、今のじゃねえな。おい、またいいヤモメだこれ。これも。あ、またいいヤモメだよこれ。さっきのと違う、ちょっとネット入れちゃったけど、あ、ちょっと川の水が濁ってるからちょっと白っぽくなってる。あ、でもいい、完全に本流やもんよこれ。いい
やった。よし。ほい。あ、見えないか。ごめんなさい。ほい。わ、いい山見だこれ。柵はないけどね。25、6かな。うわ、でも幅広でね。完全本流、本流山だこれ。ね、いい顔してるし。おぉ、ヤマメ2連発だ。はいはい。はい、ありがとうよ。はい、ありがとうよ。はい。素晴らしい。あ、当たった。あ、これは何？これは違うでしょ。これは、あ、これはウグイだね。あ、ウグイちゃんでした。はい、ウグイですね。うん、まあ、よう釣れるね、やっぱ。雨の後だから。はい、バイバイ。いいね、もう来てすぐだからね。もう短時間にポンポンポンと釣ってたら、お、来た。おっと、これはこれはこれは何これは何かな。これもウグイか。あ、ウグイだね。またいい方のウグイだ、これ。またなんかサイズアップ。ウグイさん、サイズアップ。はい、バイバイ。これは何？これは、あ、これイワナじゃないか。あ、イワナだ。チビイワナ。あー、落ちちゃった、落ちちゃった。チビイワナ。ちっちゃいイワナ。あー、行っちゃった。バイバイ。当たらなくなってきたな。見切られるのも早いな。よし、ま、魚の顔を見れましたからね。ちょっと下りつつ入景点まで戻りましょうか。皆さんおはようございます。今日は7月の、24日、日曜日ですね。はい、今日は、これね、高浜川の支流ですね。支流の一つ、まあ、支流というか、まあ、小さい谷ですね。はい、ようやく雨がね、上がって、水も引いて、まあ、まだちょっと水は多いですけどね、釣りができるような、レベルの、ね、水位になったので、ちょっと釣りました。実はこの谷はね、今日入るのは初めてです。はい、なので、ちょっと新規開拓の感じでね、はい、ちょっと釣り残ってみようかなと思います。はい、それじゃあ、早速準備して釣りましょう。はい、ちょっと移動してきました。いや、出鼻をね、くじかれましたね。いや、ケースは良かったんだけど、何にも言いませんでした。はい、これね、高原川です。ちょっと濁ってるね、まだね、気持ち濁りが残ってますね。うん、ここは、あれだね、もうほぼ高原川の最下流ですね。うん、ここのね、下流で、どうだろう、もう1キロもないね。500メーターぐらいかな。1キロ弱で神通川になりますね、合流して。はい、うん、この辺のね、あの落ち込みのとこだね、上にもあるけど、あの落ち込みのとこだけちょっと誘導2分で狙ってみましょうか。うん、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。来たよ、ほらほら。
うわぁ、ニジマスじゃないかな。まあ、ひったくるように持ってたけど、うん、ただヤマメだと嬉しいな。おぉ、ヤマメじゃない。あ、ヤマメだ。あ、ヤマメだ。お、ホンディヤマメだ。カカハラホンディヤマメ。おぉ、いいよ、いいやつ、いいやつ。入った。おぉ、いいやつ。あ、いいヤマメだ。あ、いいやつ入れた。嬉しいな。開始早々いいやつだ。あー、いい。いいヤマメだよ、これ。がっつりとか。もう、抑え込んだから、ニジマスかと思ったけど。はい。うわ、がっつり来てる。うわ、綺麗や。フィリピン、これ。すごい。ちょっと外してあげようか。おう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 。これはいい山だ。おう、これでかいでかい。よし、うん、まあ24.5ってとこがね。あ、ちょっとお前怪我したね、これな。あ、なんか疲れたんかね。あ、いい山だ。一発目いい山だった。よし、ちょっと逃がしてやりましょう。あー、いいね、高原の方に山ね。よし、大丈夫かい。水冷たいね、やっぱ雨入ったから。ほら、出とう。おー、嬉しいね。抜けちゃった。あ、そう。あ、いい魚だったのに。すごいな。すごい景色だね。まあ、これはこの橋はこれ国道ですね。はい。すごいな。サイカリウムの流れとは思えないね。流れっていうか景色がね。いやー、すげえな。さて、はい、ちょっとさっきバラした場所で戻ってきました。さあ、どうかな。今フライ描いてるからね。向こうの看板より立ってるな。看板についてたね。あー、嬉しい。さっきバラしたやつかな。あ、ヤマメ。お、ヤマメじゃない。お、ヤマメだ、ヤマメだ。お、いいやつ、いいやつ。お、お、ほんとヤマメ。やっぱサイズ小さい方がいいのか。お、いいやつ。あ、これもいいやつだ。お、お、お、すげえ。お、幅広のいいやつだ。割れたよ、割れたよ。あー、あ、よかった。あ、さっきのやつかな。あ、綺麗ないいやつ、これ。あ、高原の山もすげえな。あ、綺麗だ、これ。大きさはまあさっきよりちょっと小さいかな。まあ、23、24くらいだね。お、やべえ、これ。ほんとすげえ。あ、ほんと綺麗だ。さっき笑ってたじゃねえか。あ、ちょっとフック外してあげましょう。よし、うん。あ、綺麗だ、これ。この辺ヤマメ多いね。ニジマスかと思ったけど、結
構この辺まで下ってんのかな。上の方行くとね、ニジマスばっかなんだけどね。ちょっと電池がやべえな。よし。あ、綺麗な、いいやつこれ。うわ。うわー、いいやつだ、これ。高原のヤマメ。うん、そうだね、23、24くらいだけど。あ、いいやつだわ。おぉ。幅広のいいやつだ。よっしゃ。ね、いいやつだ。綺麗だわ。うん、そうだね。23、24くらいかな。幅広ピンのいいやつ。ああ、よかった。ありがとう。おぉ、いいヤマメだ。はい、ありがとう。あ、うん、同じとこにいたからね、多分さっきバラしたやつだと思うんだけど。ね、素晴らしいね、このロケーションが。あの上流の蒲田川もね、ロケーション最高だけど、この本流も素晴らしいね、やっぱ高原川ね。いや、ホームディバーじゃこういうとこないからね。いや、あるにはあるんだけどね。いや、本当に険しすぎてね、行くのもためらうぐらいなんですよね。うん、あるんですけどね、いいとこが。今でも本流はあいつ市の人ばっかじゃないかな。うん、大鮎の釣れるとこで有名ですからね、この場所はね。よいしょ。